スティーブン・タイラーは、ロックバンド、エアロ・スミスのボーカリスト、アメリカ・ニューヨーク出身、イタリア系アメリカ人である、イタリアとウクライナ系、ポーランド系ユダヤ人、ドイツ人とインディアンのチェロキー族の血筋、大きな口が特徴、ジョー・ペリーと共にソングライティングを手掛けており、バンドのフロントマンである、身長177センチメートル、血液型不明、ローリングストーンの選ぶ、 歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第99位。1989年、アリス・クーパーのアルバム、トラッシュの収録曲、オンリー・マイ・ハート・トーキーにゲスト参加。リンゴ・スターのアルバム、バーティカル・マン。リンゴズ・リターンの、ドリフト・アウェイは、リンゴとトム・ペティとアラニスもリセットがボーカルを取り、スティーブン・タイラーはドラムスを担当しているが、スティーブンがボーカルを担当している。 貴重音源のプロモーションテイクが存在する。また、同作では、ビートルズのセルフカバー、ラブ・ミードで、ハーモニカを演奏した。2005年、サンタナのアルバム、オール・ザット・アイ・アム、ジャズ・トランペット奏者、クリス・ボッティのアルバム、ツー・ラブ・アゲインにゲスト参加している。2011年、全米視聴者数ナンバー1の、人気オーディション番組、アメリカン・アイドルにおいて、シーズン10より、審査員となる。 2011年5月25日にシングル Feel ソ、so、ーグッドをリリース2016年7月に初のソロアルバム Somebody From Somewhere をリリース2017年4月にはソロとして初のライブを日本で開催アメリカ人であるためか元々のイギリスのハードロックにはないブルースや R&B に対する独特の解釈がありファーストの 野獣生誕では喉に力を込めた黒っぽさを感じさせる歌い方のせいか、同じくブラックミュージックから強い影響を受けたとされるローリングストーンズのミック・ジャガーと容姿ともに比較されることが多かった。しかし、以降の飛べ、エアロスミス、闇夜のヘビロック、ロックスと続くにつれてロバート・プラントから影響を受けたとされる高音の鋭いシャウトや、 独特なスキャットなどを用いるようになり、徐々に独自のスタイルを確立していった。高音に達すると喉を枯らすかのように震わせ、叫び声のような歌い方も特徴である。若い頃よりも声の出が良くなっており、特にバックインザサドルなどでのシャウトは40から50代になってからの方が迫力がある。母国のアメリカでは、セックスシンボル及び、 ロックアイコンとして今なお多くのボーカリストから尊敬を集めており、モトリー・クルーのビンス・ニール、ガンズ・アンド・ローゼズのアクセル・ローズ、日本でも、ビーズの稲葉・ヒロシなど、後のロックシンガーにも強く影響を与えた。しゃがれた声で、シャウトするようなイメージが強い反面、エンジェルなどのバラードでは綺麗なハスキーボイスで、訴えこなす。その独特の歌唱法から、絶叫悪魔と称される時も、 派手派手しいステージ衣装とマイクに巻き付けたスカーフがトレードマーク。初期にはジャック・ダニエルの酒瓶を持って登場していた。トキシックツインズ・ボストン・レッドソックスのファン、頻繁に観戦に訪れ、2010年の開幕戦では7回、表終了後に登場し、ゴッドブレスアメリカを独唱した。レッドソックスの T シャツを着て歌うこともあり、カートシリングなど選手との親交もある。 また NFL のニューイングランドペイトリオッツも応援しており2012年ペイトリオッツの本拠地ジレットスタジアムで行われた AFC チャンピオンシップゲームでアメリカ国家聖賞を行っているジョー・ペリーとのコンビはザ・トキシック・ツインズと呼ばれる少年時代はドラムスを演奏していてドラマーを志望していた主にザ・ベンチャーズなどを演奏していたようで現在も ベンチャーズからの影響を公言しているほどの熱烈なファンである。ベンチャーズのメンバーを東京ドームでのライブに招待したり、楽屋への表敬訪問をたびたび行っている。映画、アルマゲドンで有名なハリウッド女優、リブ・タイラーのジップである。リブ本人は、物心づく前に両親が別れていたために、スティーブンの顔を覚えておらず、成長してエアロスミスのファンとなった頃に、 スティーブンが自分のジップであることを知り、非常に驚いたという、ありがとうございます。